ストライクシャッターこんにちは、 X フラグの中の人 DX どうのぐちゃんです。はい、ということで今回はこちら、じゃーん、新伊達政宗使ってみた。超究極2体目ですね。そうですね、まあ、まずはちょっと私たちがねゲットできるからところからってところですね。そうですね。はい、それでは見ていきましょう。はい、ということでステータスこちらになります。貫通のスピード型、アビリティが超アンチ重力バリアとアンチ魔法陣、友情コンボが超弾、そしてストライクショットが触れた仲間のスピードを一定期間アップ、こちらが20ターンで打てるストライクショットとなっております。はい、ということでこちらアビリティ貫通で超アンチ重力バリア、そしてアンチ魔法陣持ちがかなり、まあ降臨だと貴重な枠だと、そうですね、いった感じですね。あとはね、もう間違いない長打を持ってるっていうことで、もう当たっておけば雑魚処理とかかなりねやってくれそうですよね。はい、あとはストライクショット触れた仲間のスピードを一定期間アップということなので、まあ、触れた仲間が、まあ、多く動けたりとか、うんうん、叩いたりとか、あとは友情拾いに行ったりとか、いろんな使い方ができそうですね。確かに。はい、ということで今回は覇者の塔31階で見せていこうと思います。それでは超アンチ重力バリア持ってるので、はい、シャキシャキといきますよ。お願いします。はい、おお、うわ、めちゃくちゃ動ける、すごい、120万、往復こんなにできるの助かりますね。ですね。はい、それでは友情3体当たっていこうと思います。はい、おお、あ、すごい、場所によっては削りが大きいですね。結構まんべんなく削れてるので、ちょっともう1回ぐらい当たったらどうなるのかな。いきまーす。はい、おー、 すごい、素晴らしい、まあ、自身の殴りもありつつも、うんうん、他のところは全部滅殺していきましたね。長弾だけでほぼいけますね。いいですね。はい、ではストライクショット打っていきたいと思います。はい、とりあえずは全員に手加減なしでいくよ。奥義独眼天照ホール。はい、こんな感じで、全員スピードがアップした状態になりましたと。はい、これはすごい動き回れるんではないでしょうか。はい、おお、すごい、超アンチ重力も相まって、うん、素晴らしいですね。はい、それではね、ちょっとウィンドでここまで動かされたので、はい、ちょっと SS でみんなに当たりつつ横顔します。お願いします。はい、手加減なしでいくよ。奥義独眼天照ホール。はい、自身でもちょっと削りつついい感じにみんなをスピードアップさせましたね。はい、ではちょっと上に上がりながらでいきます。おー、動けますね。ですね、うん、いやスピードが速いと助かる。さあさあさあ、そして、あ、いいとこ来ましたね。はい、おお、素晴らしい、いいですね。はい、友情も拾いつつ自身でも多く殴れるので、このぐらいダメージを出せると、はい、いった感じですね。今あのアンチ重力バリア出てないんですけど、アンチ重力バリアが出てればさらにスピードアップしますから、はい、またアビリティとかとも相性いいですよね。はい、といったストライクショットでございました。はい、以上、新伊達政宗使ってみました。はい、あのアビリティとSS の相性良さそうでしたよね。いや、かなり動きやすそうですね。うんうんうん。はい、それではみんなも一緒に頑張ってゲットしましょう。はい、それではバイバーイ。